はい、どうも皆さん、こんにちは、シャルロンです。ということでね、今回は、一人称視点にさせる方法っていうのをね、紹介していこうかなと思います。はい、で、これなんですけど、なんか前、一人称視点にさせる、なんか小技みたいなのがあって、でそれはね、ボールのちょっと上の視点とか、あとキャラクターのね、ちょっと上の視点って感じだったんですけど、今回はね、完全にもう一人称視点に、なる方法がね、あったんで、それを紹介します。ということでね、早速やり方紹介していこうと思います。で、やり方なんですけど、まず、こういう風なね、形を作ります。で、ちょっと一個一個ね、紹介していきます。で、まず、これを出します。このね、これ、バリアってやつ。バリアってやつをここに出します。で、出したら、カスタマイズをして、ここでね、設定で、ここを向こう。で、ここを100にして、ここも100。で、高さを2にして、チャンネルを1にすると。で、これで決定します。はい。で、決定したら、ここの仕掛けから、トリガーっていうものを出して、トリガーを投げますと。で、投げたらコピーして、G でね、空中に固定させて、まあ、ここに出します。この状態にね。なんかちょっと浮いてるとダメなのかな。なので、ちょっとくっついてる感じの方がいいから、ちょっとね、こんぐらいかな。まあ、こんぐらいにします。で、ここのカスタマイズをして、この一番下のチャンネルを1にさせます。で、これで決定。でそしたら、ここを消して、地面はね、3つ作ります。ここにこうやって。で、作ったら、リスポーンパッドを置いて、ここに置くと。で、そしたらここに、ボール、まあ、乗りたいね、乗り物です。まあ、ボールを置きます。そしたら、この状態でもう、あとはゲームを始めるだけなんですけど、ここのね、リスポーンパッドから湧きたいんで、こういう風にね、別の場所にリスポーンパッドがあるときは、全部ね、消してください。はい。で、ここから湧けるようにしておいてください。はい。でね、この状態でゲームをスタートさせます。はい。で、ゲームをスタートしたら、ボールに乗って、この状態でこのトリガーをね、踏みます。はい。はい、こんな感じですね。トリガーを踏むと、こんな感じで、一人称視点を作ることができますね。はい。もう完全に一人称視点だね。ちょっとね、この、グラップラーはちょっとバグってるんですけど、まあ、こんな感じでね、一人称視点にすることができます。なんかラマとかね、ちょっと見に行きますか。ね、グラップラーがちょっとバグってる。ね、うまくね、張り付かない。まっすぐ飛ばないっすね。ワンチャン抜けばいけんのかな。これで行って、ほら、もうこういう感じの視点ですね。もう完全に一人称視点のラマみたいな、そういう感じになってますね。